おはろうばんは、せつです。見てくれてありがとう。今回はですね、無表害がすべて、こちらのね、モダンウォーフェアリマスタードはね、終わりましたので、それの番外編という感じでですね、個人的にやりたかったんですけど、こちらのね、MP5SD を紹介していきます。SD とかどこにも書いてないですが、この銃の形ですね、MP5 にサイレンサーをつけますと、このようなね、感じになります。もう銃自体が変わっちゃうんですね。SD っていうやつになっちゃうんですね。で、これをね、ざっとというか 番外編として紹介していきます。で、ただ単にサイレンサーがついただけなんですけど、性能はですね。豆知識というか、そういうのがありまして、SD がついた理由ですね。ドイツ語か。そうですね。ドイツ語で、確かシャルデンファーだったっけな。っていうのが、発音は多分間違ってるのかな ごめんなさいね。ちょっとよくわかんないんですけど、ドイツ語でそういう風な感じの単語がサプレッサーとかサイレンサーっていう意味らしいですね。そこから SD と来てるみたいですね。この銃も前と同じようなことをやりましたが、とりあえず撃ってみます。こんな感じですね。やっぱりマズルフラッシュがない分狙いやすいですよね。覗き込んでみます。こんな感じですね。はい。で、リロード速度はちょっと遅いかなっていう感じはしますね。ちゃんと弾が入りきった後くらいですもんね。だからリロキャンはちょっと難しくなりますね。弾を撃ち切った後は、こんな感じですね。撃ち切った後は、ちょっとリロキャンはしやすくなっておりますね。このくらいですね。もうちょっと早めでもよかったですね。遠距離から撃ってみます。はい、こんな感じですね。確か自分ですね、前に結構遠距離難しいんじゃないかと言っていたのですが、改めて見ますと、ちょっとブレるくらいで、遠距離もそんなにね、弱くないんですね。実際これを何回かずっと使っていったのですが、遠距離も全然弱くなくて、むしろ強いくらいですね、ストッピングパワーとの相性がもう抜群にいいですね、この銃は。そしてダブルタップをつけるとこんな感じです。これも結構実用性はあるんじゃないかなと思います。覗き込んで撃ってみます。やっぱ連射が上がった分、結構上の方にブレていきますね。そうでもないですね 結構やっぱランダムなのかな。そうみたいですね。でも多分つけてない時よりは少しは暴れる感じがあるんですかね。そしてこちらがスライハンドをつけた状態のリロード速度ですね。速くなっておりますね。これだと、ありなんじゃないかなと思います。こんな感じですね。これで、そうですね、ダブルタップもありと思いますが、ストッピングパワーとの相性が結構いいので、ストッピングパワー一択かなっていう感じは個人的にしますね。それも個人差で、つけていったり、つけていかなかったりっていうのはあると思います。やっぱりサプレッサーをつけますとどうしても射程距離が縮みますので、なるべく近距離で戦っていきたいですね。それでは実際に使っていきましょう。今回は弾薬帯ダブルタップエクストリームコンディションでバリバリ近距離仕様の MP5SD で来ております。で、迷彩がちょっとかっこ悪くなっておりますが、これ当たったのでね、せっかくだからつけてきております。最初はどこから、そこにいるな、こっちに来るかね。いや、奥に行ってるな、これ。さすがに。おっと、取られた。あー、引っかかってる。おお、なんかすごい死に方したな。引っかかってちゃー、それはね、でも、ダブルタップだからね、暴れるから、すごく遠距離が難しくなってるんですね。なんか、あれ？そこにいるよね。あー、下に降りてったか。危ない。よし。あー、怖い。やばい。おい。あお。おお、やった、ラッキーパンチ。さて、リスポンとか来るか来ないね。で、前回ね、MP5 を使った時は、ストッピングパワーをつけてきており、ましたので、今回はダブルタップで、来てみようかなと思い。で、俺の死体か 完全に敵がいるかと思ってた。そっち行っちゃった？他
奥に投げとこう。待って待って。一人にしないで。クレームは、やっぱりね。ちょ、リロードしようかな。念のために。で、ずっと見てると思うんだよね。撃ちながら行こう。危ねえ、ギリギリだった。どこにいるかわかんない時って、こうなると怖いよね。狙われちゃいそうだね。あ、ちょ。絶対来る。絶対来るよ。100% 来るよ。来ない。よし。オッケー、UAV まで行ったぞ。ちょっとトップの人が遠いね。こっちに来るかな、さっきの人。あー、結構四方八方におられますな。うわ、むず。そこで戦ってて、やられたかな。戦ってるね。奥に行ったかな。そこにいるぞ。よし、大殺し1位の人か。上に行ったな。危ない。上に行った人倒せるかな。よし、エルストライクまで行ったぞ。あっと、エルストだ。あ、いいね。ここら辺かな。ちょっとリロードしとこうかね。オッケー、ヘリコプターアンリミテッドルルル、いてて噛む。アンリミテッドルルブックを噛んじゃいけないよ。投げて、マイクさん、頑張ってキルして、ね、あー、そうだ。あ、マジか。取られちゃったな。よいしょ。落とされないようにしてね。落とされないでね、マイクさん。ちゃんと避けてね。向こうにいるけど、あ、上にいるな。よし。なんとかやって、ちょっと上に登りたいな。そこら辺、あ、戦ってるね。これ借りる、借りる、借りる。あ、ナイスです。すごくナイスな援護。バックアップは任せて良さそうだね。いない？いない？いない？周りに敵兵なし？ちょ、引っかかってる。あらまあ、ちょっとこれは MP5 にとっては厳しいステージだったかな。うわ、厳しい。 OK。そこ、下にいるね。OK。UAV まで行ったぞ。出して、来るかな。OK。右左いるね。どっから来るかな。先に右をやろう。危なかった。なんか左の方にいるから。倒されてる？あれ？上に登ってってるかな？よしよしよし、いいぞ。弾薬指やっぱ必須だね。撃ちまくれるから。ん？撃ちまくるのが癖だから。うわ、倒されてる。後ろから来てる。大丈夫かな？ちょっと回、あ、向こうに行ってるのかな？待って待って、追いかけて追いかけて、その上に上がってってるんじゃないか？クレイモは、あるね。起爆させて。よし、ヘリコプター行ったぞ。あれ、エルスト呼んでなくね？俺。あ、なんか、咳が、あ、絶賛花粉症なおなんでね、ちょっと声も変わってるかなと。声は変わってないかな、大丈夫かな。ね、でもあの、花粉症なんでね、私。咳がた、おお、俺のグレネードで。危ない。いやー、眩しい、動けない、すごく、目がやられる。どっか来るかな。ナイスだね、あと5キル。落とす人がいないからとても戦いやすいね。カードを詰めて、ま、あ、今いたよね。待って待って。いただく。よし。UAV、いいね。ほい。伏せて、後ろからリスポーンしてるな。あの距離やれるか？あ、ヘリが倒したか？いや、その右の方にリスポーンしてる人が、そこで、見てる。よし。あん？あと1キル。あ、ちょっと待て。これは。これは、これはマイク、お前。お前、お前、先輩だな。ま、勝ったからいいにしてもさ、ちょっと、俺が戦ってるんだから、君、いいとこ取りするよね。はい、ということで、今回は MP5SD でやっていきました。いや、最後、ラスキルは取れなかったですが、うん。
まあ番外編という感じなんでね。まあこれも良しですかね。はい。見た目が変わるからね、とても使ってて楽しいですし、そのまあ銃好きな、人にとってもかなり嬉しい仕様になっているから、いいね、このゲームは。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回は、まあ武器紹介が終わりましたので、まあなんか、引き続き、モダンウォーフェア、リマスタードは、やっていこうかなと思います。なんか適、適当な動画は出せないですけどね。はい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まあ2回目ですけどね。はい。また次回の動画でお会いしましょう。そんじゃ、バイバイ。